こんにちは、よそやマスターです。今週はですね、第31回マイルチャンピオンシップについてお話をしたいと思います。マイルチャンピオンシップですが、17頭とですね、頭数も揃ったこととですね、マイル戦線ちょっと混戦模様で、去年はですね、当選ラーが初のマイルということで制したんですが、今年もですね、結構、かなり混戦なのかなという感じがしております。それでは過去のレースを順番に振り返っていきますが、1つ目がですね、去年のマイルチャンピオンシップですね。このメンバーからは勝った当選ラー、2着ダイワマッジョーレ、3着ダノンシャークあたりが出走してくるということになっています。でこのレースですが、当選ラーですが、中段よりやや後方ですね、ここにいて差し切っての1着と。で実はですね、この日、逃げた馬が残っているのもありますし、ダイヤマッチョーレ、この後位の院ですね、ここが、の馬が2着ということもありまして、内側がやはり有利な馬場状態でした。その馬場をですね、まとめて差し切った、さらに、余裕のある勝利で1馬身以上の着差をつけているということを考えると、この去年のマイルチャンピオンシップに関しては完勝と言っていいのかなと思います。でこの時ですね、一番人気を裏切ってしまったダノンシャークですが、中段の外目を追走しての3着ということなので、レース内容だけを見ればですね、ダイワマッチより全然上という見方でいいのかなと思います。なので、この去年のレースだけを見る限りは、当選ラーが1枚抜けていて、人気を裏切ったダノンシャークも内容としては悪くなかったと。で一方2着のダイワマッチに関しては、後位の院を追走する展開に恵まれたという見方がいいのかなと思っています。次ですね、安田記念ですね。このメンバーからはですね、2着のグランプリボス、あとですね、ちょっと4、5あたりもいるんですが、下にもいるんですが、そこらあたりを中心に見ていこうと思います。でこのですね、ジャスタウェイと迫った、今世界で、レーティング1位のジャスタウェイに迫った、花様で迫ったグランプリボスは内容はいいんですが、ただですね、かなり極悪馬場で行われた状態です。なのでこの一戦をですね、今回の、レースですねの参考にしていいかっていうのはちょっと微妙なところなんですが、ちょっとレースだけを見ますと、12番ですね、中段の外目を追走して、ジャスタウェイを苦しめた内容は非常にいいと。あとですね、先行したダノンシャークですね、9番ですね、これが4着ですね。なので、ダノンシャークはやはりマイルの G1 でも崩れなく走るっていうのをここで示したのかなという感じがしております。あと人気を裏切ってしまったのが、やはりちょっとこの、ワールドエースに関しては馬場状態に足を取られてしまったのかなという感じがします。なのでこの2、4、5着をどう評価するのかなんですが、単純にレースだけを見れば、3着以下を3馬身ちぎっている、かつジャスタウェイを苦しめたということでグランプリボスが1枚抜けているんですが、どうもですね、ちょっと道悪の適性が出た感じもするので、これをですね、一概に今回のマイルチャンピオンシップに結びつけるのはちょっと危険なのかなという感じもしています。で次ですね、京成杯ですね。今年はですね、ちょっと珍しい開催でして、新潟で行われました。でこのメンバーだクラレントを中心に見ていこうと思います。でクラレントなんですが、そうですね、後位の院ですね、ここを追走して、押し切ったと。でペースもですね、かなり遅かったので、ちょっと見方としては、58キロの、ハンデを迫ったという内容はいいんですが、1000メートル通過60秒近い超スローペースの後位の院で前残りの展開を押し切ったと見ればですね、そんなに、高い評価を与える必要ないのかなという感じがしています。なので、今回ですね、京成杯のこの勝利をですね、夏に、マイルの、重賞を2連勝した、それともですね、2戦ともスローで前残りの展開を新潟コースを生かして勝ったと見れば、やはりメンバーが強くなった今回は、苦戦と見るのか、そこら辺りが評価が難しいところなのかなというふうに思っています。で次ですね、毎日王冠ですね。このメンバーからはですね、2着のサンレーレーザー、あと、5着グランデッツァ、6着ロゴタイプあたりが出走してくると。で見方を変えるとですね、このレースに関してはレベルで言うと、3着のスピルバーグがこの後、天皇賞を制しているので、レースのレベルとしてはかなり、高いのかなと。やっぱり前前線よりはこういうですね、天皇賞を目指す組の方が、レベルが高いので、そういう意味では、クラスが上なのかなという感じがしますが、ちょっとレースを見てみますと、人気薄のですね、サンレーレーザーが逃げたんですね、6番ですね。で逃げを打って2着に粘り込んだと。でこれはですね、やはり開幕週の馬場に恵まれたと見るべきで、今回8枠17番を引いてしまったことを考えるとちょっと厳しいのかなという感じがしています。で一方グランデ
追走して、5着ですね。あとロゴタイプが外を回って6着と。でこの2頭はですね、今回はサンレイレーザーを逆転はしそうな感じがするんですが、ちょっとグランデッツァもですね、楽な先行の割にはもうちょっと走ってもいいのかなという感じがしたので、それをどう評価するかというところだと思います。であとですね、このグランデッツァを見ればですね、4走前の都大路ステークスで京都で、1分43秒9という破格のレコードで大楽勝しているので、それだけ走れば通用するんですが、果たして、ここ最近の負けをどう見るかというところが一つのポイントなのかなと思っています。あとですね、ロゴタイプはそうですね、外を回った割には、ゴール前差を詰めてきているので、徐々に復調気配があるのかなと思っています。もともと皐月賞馬ですし、そういう意味では、このマイル戦線の G1 に入ればちょっと格上という見方もできるのかなと思っています。あと断然の一番人気で敗れてしまった、ワールドエースはですね、開幕週の場合で大外枠で出遅れたことを考えると度外視可能なのかなと思っています。なので、3走前の、マイラーズカップ、京都の同じマイル戦で行われたマイラーズカップの内容だけ走れば当然主力争いというふうに思っています。次ですね、富士ステークスですね。このメンバーからはですね、レッドアリオン、あとダノンシャークもいるんですが、あたりが出走してくるということになっています。エキストラレンドを見ますけどね。で、このレースですが、の、今年の秋の開催は意外と差しも届く開催になってはいます。ただですね、そうは言っても、内容としては悪く、スタートで出遅れて32秒8ということで、これは悪くなかったのかなという感じがしています。でちょっとスタートに難があるまなんですが、スタートさえ出れば先行する競馬もできるので、そういう競馬が起こっていますで、そうですね、あと見ていただきますと、7着のダノンシャークがですね、もしかするとここ数戦用を見るとですね、14番ですね、このスローの3番手を追走して7着とちょっと負けすぎなので、もしかすると去年ほどの、出来というか、やっぱり可能性もあるのかなという感じがしております。で次ですね、最後ですね、スワンステークスですね。このメンバーからは勝ったミッキーアイル、あと3着のフィエロあたりが出走してくるということになっています。で京都もですね、今年の秋の開催は例年ほど極端に運が有利なわけではないんですが、かなり楽なペースですね。最初の3ハード35秒1、800m 通過46秒4というかなりですね、重賞にしてはスローなペースで逃げての1着なので、やはり、今回、G1 で、距離が長くなる、メンバー強化距離が長くなるということを考えると、よほど展開に恵まれない限りは止まる可能性の方が高いのかなと思っています。で一方フィエロに関しては普通であれば逆転する可能性の方が高いのかなというふうに思っております。それではですね、最後に展開をお見せしながら、一頭一頭解説をしますが、一応ミッキーアイルが逃げを打つとは思いますが、もともとそんなに点が速いまではないので、どこまで、飛ばすかなという感じがするんですが、もしかするとうちの馬がですね、例えばレッドアリオンあたりがスタートを出るとちょっと前出て競りかける可能性もあると、そうなるとやはりもっと止まる可能性が高いのかなというふうに思っています。ちょっと1番から見ていきますが、蓬莱あきこ、エクセレントカーブ、エクセラントカーブですね、1枠2枠なので1枠2頭なので、の枠順を生かせばどこまでという感じもするんですが、やはりちょっと力が足んないのかなという感じがしております。エクセラントカーブがですね、もしかするとこの後位のインで足を溜めた時に、例えばですね、5走前の、ダノンシャークを破った内容で走ればどこまでという感じはするんですが、やはりちょっとまだ力が足んないのかなという感じがしていますね。で、グランデッツァ、元々ボージステークスでディサイファーを 0.9 破っていると。で、ディサイファーが毎日王冠でもそこそこ走っていることを考えると、ちょっとここ3戦は、負けすぎなんですが、都大路ステークス京都で、このように後位のインを走れば一変の可能性はあるのかなと思っています。で4番サダムパテックは厳しいでしょう。レッドアリオン、
指す競馬もできますし先行する競馬もできると。なので、スタートで出てですね好位で足を貯められればそこそこ通用するのかなと思っています。ダイヤマンチョーリは去年2着馬ですが展開に恵まれてのものなので苦しいでしょう。エキストラエンでも無理でしょう。フィエロ、そうですね前回足を余している。ただちょっとこの馬の場合ですね3走前の、マイラーズカップの2着だけ走れば当然通用はするんですがちょっとどちらかというと人気先行タイプなのでそれを見るかなという感じがしております。デワールドエース、そうですね3走前、フィエロに落勝しているようにまあやはりこの、マイラーズカップの内容を見ればフィエロより上という評価がいいのかなと思います。で前回の毎日王冠に関しては外枠での出遅れなので度外視可能というふうに見ています。ロゴタイプですね、対戦メンバー断然ですし、前回ちょっと外を回った割にはそんなに負けていないのでやはり今回ルメール騎手でですね積極的な競馬をすれば、マイルならば押し切る可能性まであるのかなと思っています。でクラレント、かなりメンバーが強化しています。でここ2回もスローのちょっと展開で恵まれた感じもするのでそれを考えるとやはり抑え程度、まあ、もしかすると、まあ、今回ちょっと厳しい戦いになるのかなと感じがしています。でダノンシャークですねこれもちょっと評価が難しいんですがもともとですね、G1 の上位争い常連で去年の一番人気と考えれば通用するんですがやはり前回の内容を見るとちょっと一時期ほどの強さがないのでそういう形で思うと岩田騎手がよほどうまく乗らない限りは厳しいのかなと思っています。で当選ら、まあ、京都コースは崩れないかつですね去年の勝ち馬ということで、当然主力争いなんですが、今年は7枠13番ということで、位置取りが悪くなりすぎて外を回りすぎるとちょっと厳しいのかなという感じがしています。でグランプリボス、安田記念の内容だけ走れば当然通用すると。ただですねやはり安田記念は道悪適正の差が出た感じもするので、今回パンパンの両馬場だとかなり苦しいのかなという感じがしています。でミッキーアイル、短期逃げ濃厚なんですが基本的には止まただよほどですね、京都が今週から C コースに変わって、前が止まらないとかそういう馬場になった時だけちょっと注意が必要というふうに思っています。で高野グランパ、一応この最内容非常に強いんですがやはりですねマイルになるとミッキーアイルにちぎられた、成績があるのでそれを見るとミッキーアイルが通用しないならちょっと高野グランパも厳しいかなという感じがしています。でサンレーレーザー、毎日王冠、まあ、一番レベルの高い、毎日王冠組でスピリバーグに先着といえば通用するんですが、今回8枠17番で逃げを打てないとなるとやはり厳しいのかなというふうに思っております。一応こういう形で17と分析しております。あとはですね、今週から C コースでちょっとその馬場状態を見てですね、予想をちょっとガラガラと一変させなきゃいけないのでそれを見て、判断したいなというふうに思っております。チャンピオンの、解説は以上です。無料会員の方はここで終わらせていただきます。また来週楽しみにしていってください。ここから有料会員様限定でお届けしますが